チッとポチッとポチッとエムラジポチー。こんばんは、 A グループの正門よしのりと。こんばんは、 A グループの福本大成です。いやー、今回まあ収録ということですけども、はい、まあなんと今日収録してる日がですね、うん、大成復活の日ということで。ありがとうございます。おかえり。ただいまー、みんな。おかえり。ありがとうございます。マスターもやけどほとんど変わらない。まあな、そやな。いや、もうちょっと久しぶりの仕事というか、まあ復活初日の仕事がやんたんないけど、うんうんうん、ちょうどええわ、やんたん。ちょうどいい。な、ちょうど、まあわかるよ。ごめんね、うん。まあまあまあ。ギア入れていくのにはな。そうそう。仕事にこう、つけるのもよくないかもしらんけど、ヤンタンはほんまちょうどいいわ。もうほんまそれぐらいな、ゆるく、あとホームやらせてもらってますから。もうホーム感が出てきて、うん、一発目には最高の入り口ですわ。そうやな。同じホーム感でも一発目ジャニー博やったらちょっと答えるもんな。そう、答える。体、バシバシ使うから。一日中、日中ロケするから。まあ、徐々にね。こうギア上げていきましょうよ、うん、上げていきますよ。本当に戻ってきますよ、まあ、ねえ、ヤンタンもちょっとあの急遽生放送に対応していただいたりとか。あ、そう、本当ありがとうございます。お騒がせしました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、リスナーさんも多分その収録会にお便りくださった方もたくさんいらっしゃるでしょうし、うん、そうやね、いっぱいいるのよ。さ、え、あ、な、でもそうやな、うん、そうなんです。実ははいはい、送らされた本人です、私。送らになりました。やっちゃいました。なっちゃったね。倉庫に入っていきましたか。入ってきましたね、リチャ君とともに、うん、でもこう、うん、こう久しぶりにヤンタン帰ってきてさ、うん、久田さんとなんか、うわ、なんかもったいないっていうか、まあ、めちゃめちゃ、うん、いい分なんかあれやすねみたいな、ちょ悔しいっすねみたいな。めちゃめちゃ面白、俺も面白かったと思うね、正直。自分で言うのもあれやけど。いや、それだって帰ってきてすぐボーカリストとその話してたもんな、大勢2人がな。ボーカリストが名言よ。こんだけこう流れんでよかったと思わんと、うん、悔しいと思えてるってことは、それだけいいもんができてたってことやから、みたいな。かっけえ。かっこいい。急に。ちょっと今のエコーつけてもう一回再生をしてほしいな。お前ら。もう一回行くか。じゃあちょっと、ボーカリストの名言風用に、じゃあもうワンテイク大成さんいただいていいですか。福本が、ちょっと悔しいっすわって言ったら、うん、名言、ボーカリストからの名言。流れんでよかったと思わん。ちょっと、もう一回言って。ちょっと、もう一回言っていい。決めてよ。振り直してんから、こっち。もう一回行くわ。すごい、復活初日の滑舌やな、それは。確かに。わかるわかる。喋ってないからな。喋ってないから。人と喋る、久しぶりやから。もう一回言っていい。もう一回行こう、もう一回行こう。うん、じゃあ、名言いただいていいですか。はい。流れんでよかったと思わんと、悔しいと思ってるってことは、そんだけいいもんができたってことや。来た。出ました、まさやの音源から借りてきたけど。いや、俺ちょっともう胸打たれたもんな。いや、いや、熱い会話やったな。そう、ほんまそんくらい、ちょ、自分で言うのもあれやけど、うん、めっちゃいいもんができたのよ、俺とリチャ君で。いや、そうやな、もうすごい手応えあったような会話を聞こえてきたから。けどな、どういう感じやったの、その収録の様子は。まあ、収録会で昼にやったんかな。うん、うんうんうん。んで、そこでジョニー・デップが出てきたりとか。え、はい、ジョニー・デップさん出てきました。来日してたの。来日してました。どういうこと、ジョニー・デップさんが来日してたって。いや、来日しちょってん、これちょっともう言われへんけど、もしかしたらダンタンスタッフさんの気まぐれでジングル出るかもしれんし。ジョニー・デップジングル。ジョニー・デップジングル。ロングジョニー・デップジングル。ちょっと長いから無理かな。まあ出るかもしれんし、うん、あとはまあ、後でもやる企画なんやけど、うんうんうん、妄想ハッピートゥデイが面白かったねっていう。あ、そっか。妄想ハッピートゥデイな。そう。ちょっとリスナーさん、ほんますいませんね、あのお便りたくさんいただいたにもかかわらず。でもめちゃめちゃ面白かったね。あ、そうなんや。そうやね。で、あと、バナナ親父がな。うん、バナナ親父、うん。めちゃめちゃミスするっていう。なんで俺とリチャ君はめっちゃ悔しいよ。うわっさい、送るなって、悔しいわってなってるけど、盛り上がったのにっていう。バナナ親父だけは流れんでよかったと思ってるかもしれない。手応えなかったんや、バナナ親父。なかったと思うな。あ、大ベテランですけど、うん。いや、めちゃめちゃミスってたからな。どういうこと。ファイヤーバード忘れてたからな、音源用意するの。あ、いつも最後に流してもらってるやつ、流してもらってるファイヤーバード。なんか、あ、すいません、今日忘れたんで、そのまま喋ってください。もうやらかしてるからな。やっぱ収録はみんなふわふわすんのかな。いや、ふわふわすると思うわ。かな。うん。そっかそっか。バナナ親父だけ流れんでよかったと思ってる。そっか、レアなミスやな。うん、結構伝説かやと思うねんな。もう、倉庫に行っちゃったからな。神回やったんやな。うん、もうもしどうしてもなんか急遽
必要って時に流すかもしれへんだから、それはな。ああ、もう、どうしてあるか分からんけど。分からんけど、ストックが一個できてるわけやから。確かに確かに。一日みんな休める日があるかもしれへん。あ、そういうことね。うん、で、その日に、なんか、スタッフさんと、のろしの鑑賞会でもしましょうよ。うん、ああ、のろし鑑賞会ね。あ、いいやん。ちょうど。ね、DVD も、そう、ほんまに予約して買っていただいてたんですよ。ありがとうございます。あれ、でも、あれやんな、うん、今買おうと思っても買われへんのちゃん、確か。そう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 。事前予約してくれてたってことですか。受注生産ですから。うわ、ありがとうございます。本当に、ありがとうございます。いや、皆さんにも宣伝したいけど、もう買えないですもんね。そうやねんな。うわ、悔しいな。そう。まあ、まあ、うん。いや、いろいろね。DVD やから借りたりできるから。友達とね。友達とね。鑑賞会とかもできるかもしれないし、うん。だって横にシアタールームついてるやんか。うん、この MBS のラジオの。はいはいはい、そこで鑑賞会するらしい。そんなんガチでするんすか？ファンの人と一緒のことしてるやん。ファンの人もだって多分カラオケとか最近めっちゃ流行ってるらしいのよ。あ、そうなん？カラオケで DVD を見るらしい。ええー、なんか。え、見れんの？カラオケで？カラオケのモニターあるやん、でっかい。パーティールームみたいな。あ、あ、もう一面。そう。なんか レンズちゃうわ。なんていうのあれ。モニターモニターか。モニター、360度のモニターで、うん、360度のモニターで見んの？見るらしいよ。あの、朝の番組でやってた。マジで？朝の番組では流行ってるらしい、それが。え、どういう、360度で撮ってないやん。俺。あ、もうでもそれが、もうどうにかなってるんじゃない？めっちゃ顔横に伸びてない。あ、伸びてるかもしれないな、確かに。な、確かにな。2回ぐらいドアップなった時顔面に折り目つけるの、2箇所ぐらい。それ嫌やな。ええんかな、それは。か、あの、サンパラになってるとかね。え、サンパラっていうか。なことできるかも。もしかして資格のちょっと専門用語出たけど、あれな、分割で写していくやつやろ。分割して写していくかもしれない。そんなしてんねや。でもそれとほぼ同じことをやってくれるってことですよね。MBS のでもそれ許可取りました、ちゃんと取ってる。シアタールーム勉強会ってそれ言って使うのあかんやろ。ちょっとなんか、な、抜け道見つけた感のある名前やな、うん、勉強会。勉強会ではないんちゃう。まあ勉強、どういう勉強をしようっていうおつもりなんですか。その勉強っていうなら、ああ、何を学ぶつもりですか。そうそうそう、シアタールームで A グループとかジュニアを、まあ太郎とかがな、どんなパフォーマンスをしてるかも気になるやろ。気になるやし、ボーカリストはな、うん、どうやって歌ったらいいのかとか勉強してるかもしれないよ。歌った時に見せ方とか。ほんまにデビューしようとしてるの、ボーカリスト。ボーカリストしてるよ。あ、そうなんや。うん、ちゃんとデビューしようとしてるから、ヤンタンで。ええ、ヤンタンから。うん。俺らより先に。そう、ヤンタンジングルで CD 出すから。すげえ CD なんねや。ちょっと欲しいな、気になるな。楽しみよ。楽しみやな。いやー、いいですね。まあ、うん、新たな楽しみもできたところで、まあちょっと、タイトルのコールの方参りましょうか。いきますか。それでは MBS ヤングタウン。さあ、ということで名乗った後の小粋なトークゾーンにやってまいりました。やってまいりました。まあみんな知ってるのかな、このここのゾーンの存在。いや、これでも忘れられてると思う。そいつも俺らここ喋らんもん。いつもその手前のな、雑談からどうぞ自由ってところから。そう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 。そこでバーって喋るだけ喋ってメールアドレス紹介してやねんけど、うん、ちょっと今回も原点に帰って、って話してねんな。そうそう、やってみようじゃないかということで、ちょっとね、小粋なお便りもたくさんいただいているんですよ。あららら、リスナーさんからありがとうございます。早速紹介していきましょう。岸和田市ラジオネームベルちゃんさんからいただきました。A グループのお二人、こんばんワイパー。こんばんワイパー。いろんな個人のお仕事がどんどん増えている A グループさんですが、大成くんの雑誌表紙が決まったそうで、おめでとうございます。ありがとうございます。就職力で選ぶ大学2023ってめちゃくちゃ難しそうな本ですが、インタビューではどんなお話をされたのでしょうか。発売されたら買って読みたいと思います。すごいね。いや、ありがとうございます。これびっくりしたね。なんかこういう学生のね、参考になりそうな、そうそうそう、本ですけど、ほんまそういうこれから就職していくのにあたって、うん、あ、違う、就職で選ぶ大学やから、うん、大学入るための本ですね、言うたら。あ、そういうことか。これでも俺本屋さんで昔、うん、こうキンプリのレン君が表紙飾ったこと昔あって、うん、あ、そうなんや。で俺本屋さんでそれ見とって、いいなみたいな思ってて、うんうんうん、でこれ俺もいつか出たいなみたいな、
あ、マジで？そう、めっちゃ覚えてるそれ。あ、すげえな。と思ってたらその野望が叶っちゃってん今回。すげえやん。いや、めちゃめちゃ嬉しいだからこれは。じゃあ実際、まあ、話せる範囲でいいけど、うん、ちょっとどういう話、ふわっと。何話したかな。まあ、自分の経験談的な。その日な、ほとんど、うん、もう記憶ないねんな。めちゃめちゃ急いでたから。なんか俺普通に電車行っとって、うん、乗ってて、うん、今電話かかってきて、うん、あの今すぐ来てくださいって言われて。え、うんうん、みたいな。パッて言ったらなスタッフさんの勘違いで1時間ずれとって、入り時間が。ああ、そうだったんや。で俺うわやばいってなって、時間ないってなって、うん、めちゃめちゃ急にもうメイクいきなりやって、うん、メイクしながらインタビューとかやって、バタバタやな。撮影します、パパパ、ありがとうございましたみたいな。嘘、表紙で表紙で、憧れの雑誌の表紙で、憧れの雑誌の表紙で1時間くらいで撮り終わったんちゃうか全部。あ、そんな感じやったんや。ドタバタやった。でもなんか、うん、内容何話、まあ、大学僕の受験期のエピソードかな、うん、あ、そうかそうかそうか、そうそうそう。で週刊朝日さんの表紙も出させてもらって、うん、でその時とはちょっと違った内容の、うんうんうん、あの会話とかインタビューになってるかな。へえ、そうか。ほんまにもう就職力とかそっちにフォーカスして。フォーカスしたね。あ、そうね。すごい仕事してるよな、マジで。大勢って最近まだ2紙出させてもらって表紙。うわ、すごい。もうすごい嬉しい。で本屋さんでこう、うんうん、普通に本屋さんで俺歩いててこう気になった本やから、うん、でそういう人たちがいっぱいいると思うと嬉しいね。普段こう見てもらえない層からも見ていただけるのはすごい嬉しいです。そうやな、うん、いや素敵。ちょっと発売されたらぜひ、はい、あのヤンタンのブースで読みたいと思います。あ、ぜひ読んでください。買ってください、ヤンタンさん。買ってください、ね、待ってます。じゃあ続いていきましょうか。続いていきます。奈良市からラジオネームわんぱく天使さんからです。はい、ありがとうございます。グループのお二人こんばんは。こんばんは。明日からまさかどくんのドラマが始まりますよね。あら、私のママは A グループはもちろん、うん、宝塚などのレビューが大好き、歴史ものも好きなので今からめちゃくちゃ興奮しています。もちろん私も。まさかどくんの学生服姿写真で見ました。昭和が似合う感じですね。令和も似合いますけど、毎週絶対見ますよとのことです。 ありがとうございます。毎週見てほしいけども、特集ドラマなんですよ。そう、特集なんや。特集で、あ、特集？ 8月11日だけなの、放送は。え、そうなん？多分、うん、あ、それドラマなん？ドラマ、ドラマ、ドラマか。ドラマ、アイドル。そうなんですよ。何時間くらい？どれぐらいなんやろな、特集ってことは。まあ1時間ちょっととかな。なんか完成したのがどれぐらいになってるか、うん、ちょっとそうまだ分かってなくて、うん、俺も。もう映画やん。まあそうやな、うん、ちょっとそんな感覚もあるかもしらんけど、うん、でもめちゃくちゃね、あの本当に映像っていうぐらい華やか。うん、これちょっと気になるな。うん、そう、まあアイドルっていう、はいはい、まあ今でこそ僕らこういう仕事させてもらってますけど、その先駆け的な存在の、うんうんうん、まあ女性の方がいたんですよ、はいはいはい、明日松子さんっていう方なんですけど、うん、そのアイドルっていうのを通してこの時代背景とか、うん、まあ、戦争について見てるような、うんうん、そんなお話なんですけど、うん、いやとにかく本当素敵なお話ですよ。ちょっと見てみたいな、うん、いや、あのボーカリストさんもチェックしてくれてて、あ、めっちゃ盛り上がってたもんな。そうそう、あの真木麗華さんが、うん、出演されるんですけど、ボーカリストさんが、うん、宝塚がめちゃくちゃ好きなんですって。で、そう、その劇団の話とかを改めて聞いて、うん、あ、そうなんやっていう。で、やっぱ俺すごいもの撮影で見させていただいてたなって改めて感じた。はいはい、確かにね。ほんまに、うん、いや、マジで見てほしい。俺だってその回は入られへんかったもん。めっちゃ盛り上がって、二人で盛り上がってるわと思いながら、俺ずっとぼーっとしとって。いや、楽しいよ、ほんまに。マジで見てほしい。いや、見るよ。うん。でも、まっさん、マジ多すぎて仕事。いやいや、そんなことないよ。縁起物か。縁起物、うん、多すぎて把握できへんわ。いや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 、だってゴッホも待ってるでしょ。ゴッホ待ってますよ、ヴィンセント・イン・ブリクストンが。もうすごいもん。秋頃に。で、こじけんもあるし、もう把握できへん、A グループの仕事。いや、ありがたいことやね。ありがたいことに。把握できません、僕はもう。そう。多すぎて。そう、まだね、見れてなかったりすんのよ、2話。あの消しすぎとかも。消しすぎね。そうそう、まあ、じわじわ、見逃し配信とかもやってるからさ、うん、そういうのでチェックしながら。ね、夜も見ましたよ。そうそう、皆さんもう A グループ尽くしの日々過ごしましょうよ、一緒にね。いや、ほんまそれよ。うん、たくさんいっぱいありがたいお話ありますからね。そうよ、嬉しい悲鳴です。皆さん、うん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。さあ
メールアドレスの方紹介していきたいと思います、はい、メールアドレスは ys@mbs1179.com 放送を聞いての感想をどしどしお寄せくださいませ。ツイッターはハッシュタグえやんたんでたくさんつぶやいてください。ではこの後11時30分までお付き合いください。この番組はワンカップ大関の提供でお送りします。花子です。今日取引先で。よっ花子さん。前田課長。実は僕ね、部署が変わってね、システム開発局コミュニケーション統括部業務推進グループ。もう覚えられへん。そんな日は早く帰ってワンカップ大関を飲む花子でした。システム何やったっけ。お酒は二十歳になってから。なんだか今日いやこれ合ってんのほんまに。合ってるよこれ。合ってるの。びっくりしてないリスナーさん。びっくりしてない、びっくりしてない。馴染みのハッピーツデイのジングルが。いや馴染みあるなーってなってるよ。やっぱこれこれってなってる。ほんま、うん、初回ですけど、うん、まあ、妄想ハッピートゥデイ専用ジングルということで、はい、ね、まあ僭越ながら先ほどあのチラッと録音させていただきました。しました。めちゃめちゃ取り直してもなっていく。いやちょっと難しいのよ。いや難しいけど、マッサン、マッサンのせいで何回取り直し、5、6回取り直したもんこれ。まあまあ俺慣れてるけど、1回やったことあるから。そやな、うん、1回ジングル取ってるからな、うん、いや難しかった。まあということでやっていきましょうか。はい、やっていきますか。今日あった嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどのメールでいただきました。まあハッピートゥデイのコーナーなんですけども、今回はあの収録ということで、今日水曜日8月10日ですね、はい、に起こるであろうハッピートゥデイを妄想で、リスナーさんに募集しました、はい、それでは大勢お願いします。早速読んでいきます、はい。大阪市大正区からラジオネームゆのさんからです。ゆのさん、今日私の嬉しかったことは体重が減っていたことです。あら、4月に転職し体が大きくなったのは分かっていたんです。おうおう、けど怖くて体重計に乗っていませんでした。するとなんということでしょう。健康診断で過去最高の体重を叩き出してしまいました。なんということでしょう。あまりにもショックでその日からダイエットを始めました。あららら。まだ2週間ほどしか経っていませんが、うん、徐々に体重が減っていってるのでこの調子で頑張ろうと思います。お A グループの皆さんは太ったなと思うとき減量しますか、それとも歌って踊ったら痩せるやろって感じで何もしないですか。減量する場合、うん、おすすめの減量方法があれば教えてください。なるほどね、女子の悩みですよね、うん、女子ですね、ずっとね。減量どう。あ、マッサンでもめっちゃ痩せたもんね。めっちゃ痩せた、めっちゃ太ったからね。 なぜならどう何があったの。いや、まあちょうど自粛、まあ、1回目の自粛中ですよ、うん、あの緊急事態宣言で全部世の中がこう止まってっていう時期で、はい、なんかなんていうんやろうな、うん、食べ過ぎた。シンプルに。そう、家から出えへんや、うん、やっぱで好きなもんいっぱい食べて、うん、こうテレビで映画とかドラマとか見ながら、うん、ギター弾いて好きな時間まで起きて寝てっていうちょっと自堕落な生活をね、うん、最初の方してたんですよ、はいはい、うん、もうみるみる増えていって。すごかったもんな。すごかったな。ワンパックやったもんな。シックスパックじゃなくてワンパックやった。ほんまにもうつるんとした、うん、かわいい丸っこいお腹が出来上がってましたよ、うん、けど今めっちゃ痩せたもんな。痩せたね。何も今ね、60キロ、それでもあるかないかぐらい。おぉ。うん。しゃん、まあ、身長170センチ、うん。痩せてるんじゃ、痩せ型やん。まあ、標準から痩せ型ぐらいかな。うん。うん、やっぱその時はな、うん、まあ、さすがにちょっと食事とかも考えたな。はいはいはい、8キロ太ったからさ、俺。そう。8キロ ?8 キロ太ってたの。すご。だから、もう、まあ、1日2食。うん。で、まあ、夜ご飯はちょっと炭水化物抜いてとか、うん、まあちょっとしてたかな、それで痩せんねや。そう、あとストレッチ、お風呂上がりとかに、はいはい、でもだからめちゃくちゃ有酸素やってたとかは特にないかも、うん、ええー、うん、まあかな、痩せやすいんかもな。まあそれもあるかも。めっちゃ代謝いいから、うんうん、汗っかきやし。あ、そうやな。そう、そこで救われてる部分はあるかな、うん、うん、俺もな、うん、何もしてないのに俺痩せてんな。いや、でも、まあ、療養期間あって、うん、家でカンドラ見とったから痩せた。カ
カンドラってダイエット効果あるか、あるかもしれん。俺マジで何してたって言われたら、うん、カンドラ見てたぐらいしかしてへんねん。あ、そうなんや。ベースは毎日、ほぼ毎日やってるから関係なくて、うん、で踊ったりもしとったけど。踊ってたん？一人で。暇すぎて、暇すぎて。まあ運動も大事やからな、うん、それ表情落ち着いたら、うん、こんなもん入らんやん、うんうんうん、でカンドラかな、マジで、めっちゃ面白いカンドラ見つけて。あ、そうなん。もうめっちゃ面白い。まあどんな内容かふわっと。あの弁護士の、うん、その話の、あ、やっぱスタッフさん反応してる、あって言ってるわ。自閉症の天才弁護士、うん、へえ、そうの話なんやけど、うん、めちゃめちゃ可愛いね。あ、そうなの、可愛いんや。うーつってやんつった、うー、ドンツだグーツラミンって言うんやけど、これがめっちゃ可愛いね。あ、笑ってはるわ。分かってくれます、分かってくれますよ、やっぱこれ。めちゃめちゃ可愛い。うーつってやんつった、うー、どんとかグッズラミ、なんか挨拶みたいな。今リスナーさんもあーって共感しある人おんのかな、いっぱいなってると思う。めっちゃヒットしてるから、見てみよう。ちょっとぜひ見てください。あ、うん、あと、うん、あれや、ミッチのドラマめっちゃ見てた。消えた初恋、ああが、そのまあ配信、僕の登録してるサイトで配信されててんけど、うん、それ見てたかな、ずっと。でも映画とか、まあ、舞台とか、うん、まあドラマもそうなんかな、うん、なんか物語見てるだけでカロリーって消費するらしいね。やっぱそうやんな、その脳みそ使って、うん、ハラハラしたりとかするやん、どうなるんやろうとか。あ、でそうそう、カロリーは使うんやって。それやそうそう、だからあながちあるかもね。もうカンドラダイエット、カンドラダイエットしてみてください、ね、あるかもしれない、うん、ぜひぜひ、まあ一段階目としてね、ダイエットの、うん、一段階目として取り入れてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてまいりましょう、はい、埼玉県ラジオネームビバナンシーさんからいただきました。ありがとうございます。今日担当の2人、こんばんはさ。こんばんはさ、今日あった最高にハッピーだったことは、ホールのショートケーキを丸々1個食べきったことです。あら、いいね、ナイス妄想ですね。私は死ぬまでに1回はホールケーキを好きなところからかぶりついて丸々食べたいという夢がありました、うん、最近仕事も頑張っているし、ご褒美にやってもいいんじゃないかと思い立ち、早速ケーキを購入して無我夢中でむさぼり食べました。その時間はまるで天国にいるかのような幸せな時間でした。カロリー？太る？そんなこと知りません、幸せだからいいんです。大人になってある程度困らない程度にお金を稼げるようになった今、自分のお金を自由に使える幸せってこういうことなんだって改めて思いました。今日担当の2人は何か食べ物をこうやって食べたいとか、この食べ物を気が済むまで食べたいとかありますか、と。いいね、もう食べ物多いな。やっぱ妄想とか好きにできるってなったら、やっぱ女子はカロリーを無視したいんじゃない、うん、これあルールあんのよ、妄想ハッピートデイ。何何これ、妄想とかこうなったらあかんの、言ったらあかんの、現実に帰っちゃうのよ。もうそれじゃね、もうこれもう起きてご法度一番やったか、そうです、あ、そう、もうこれはもうそんな現実に帰ったらダメな、あ、そうなんや、もう途中から聞いた人はこれが事実やと思うぐらい、うん、そうやってなあかんねや、俺らののめり込まなあかんから、あ、没入しなあかんので、俺1回目すごかったんやから。ちょ俺ね、なんなんそのマウント、1回目すごかったんやから。いや俺もうこれ入り込みすぎて、うん、俺ほんまにそのあったと思ってて、ずっと。それ大勢が天然なだけじゃない、大勢の天然が出ただけじゃないかもしらんけど、妄想って分かりながら言われてん、知ってんのに、うん、もう入り込みすぎて、あ、ほんま、あ、そんなにそうなんやみたいな、そういう感じでやっていくのね。 それが正解です。わかりました、わかりました、すみません、ご法度ですから、はい、でホールケーキ食べたん、うん、ってこう入り込まない、すごいナイス妄想ですみたいな言ったら、薄いやったな俺がな、あかんかったわ。え、ホールのショートケーキ丸々1個食べたん、すごない。すごいな、ホールケーキ1個丸々って結構やで。いや結構やな、確かにこれは全なあ、ちっちゃい頃からの憧れやからな。いや憧れよ、いやすごいわこれは。え、担当の2人、何か食べ物をこうやって食べたいとか、うん、この食べ物を気が済むまで食べたいとかありますか、いえいえ、書いてますけど、なんかあるかな。俺ね、うん、あのちっちゃいカップのヨーグルトの駄菓子あるやん、一口で食べれるようなやつ、ああああ、甘いやつな、そうそうそう、あれをてんこ盛り食べたいっていう願望があって、うわー、すげえ、マジでっていう話を多分ヤンタンでしたかな、あ、そうなんや、してないかな、もう聞いてみよう、ごめんな、うん、でもどっかで話して、うん、でそれをせいやくんが覚えててくれて、え、うん、でせいやくんがなんかクレーンゲームのあれで
でっかい箱に入ったやつを取ってんて、うんうん、ハマっても残れんね。そうそうそう。でそれで、もうちょっと食べてもうめっちゃ余ってるからあげるわって言って箱ごともらった。うん、あなんか言ってた気するわ。言ってたなそれ。あ言ってたっけ？そうそう。俺なんかいや聞いたわ聞いたわ。そうやね。あはい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 。でもなあれな2個でいい。あそうなんや。1日2個でいいあれは。えそれ全部食べたの？全部食べてない、まだ残ってる。あかんやん。だから賞味期限大丈夫かな。あ、ほんまや、そろそろ。チェックしとこう。いや、そう。そう、まあ、そういう夢はあったよ。美味しいもんな、一個やったら、まだ足りひんってなるもんな。そうそう、そうやね。なんか絶妙な量やったんやなと思う、うん、あれが。いや、多分そうや。大勢は？俺、あれ、ないな、ご飯。これめっちゃ食いたいみたいな。ごめん、ないな。ごめん、全くないわ。没入せえよ。入り込んで考え。入り込んでもないな。ないか。ラーメンくらいかな。まあ、ラーメンな。でも、すぐお腹いっぱいになるって知ってるからな。実は波がちょうどいいからな、ラーメン。波がちょうどいい知ってる。うん、あ、絶対さ、ほもう、思うわ、ラーメン。あ、ほんま。大盛り頼んだら、毎回後悔すんの、俺。食い地張ってさ、うんうん、まあ、ラーメンさんとか安いやん。安いってか、大盛りになっても無料とかあるやん。あるあるある。絶対大盛り頼んでまうねんけど、うん、めっちゃしんどいあれ。わかるわ。なんか損した気するよな。波頼んだら頼んだでな。そうやねん。でも、うん、大盛り頼んだら頼んだで、しんどいから、そう損した。考えてはるよな、店員さんとかな。これが一人前やっていうのは。うん、ほんまにそれが一人前やねん。そや、わかるわ。うん、結局ね、業者が設定してるのが一番ちょうどいい。そうや。そういうことや。ホールケーキも一切れがちょうどいい。うん、そうや。研究されてるからね。そうやな、ほんまに。ありがとうございます、ビバナシス。続きまして、八尾市からラジオネーム猫丸さんからです。猫丸。私は今日、先週金曜日に録画しておいた A グループが初出演されたミュージックステーションをようやく見ることができました。まさか全員がタモリさんの髪型で登場するとはびっくりしました。そしてそれに全く触れないタモリさんにも驚きました。末澤君がトークコーナーの終わりらへんで末澤君がいやあ、ちょっとやり直すないやなんで髪型突っ込んでくれないんですかとタモリさんに切れた瞬間に一旦コマーシャルですと CM に入りましたが、コマーシャル中はタモリさんとどんな話してたんですか、よければ教えてください。あったな、そう急に言われてな、ミュージックステーションびっくりしたな、 あんな感じで出れんねやと思って、そうそうそう、いやまさか急にびっくりしたな。なんでタモさんの髪型しようってなったっけ。いや確かね、言い出しっぺが、うん、マッサンやで。あ俺か。マッサンがなんかぶっかましたんやみたいな急に言い出して、ああそう、マッサンが言い出したから、うん、なんかまあまあ俺らもちょっと乗り気なってやったのが掘ったんやって気するな、うん、そっかそっか俺か、うん、いやそうやんな。いやでもマッサンとかだってそれのために美容院行ってきたもんな、ね、急になんか行ってきた行ってきた、俺初めて美容室でタモリさんの写真見せたこれにしてください初めてやろな、店員さんも、うん、初めてやろな、ああって5度見ぐらいされたから、うん、あそうなんや、そうそう、やっぱりそうなるんや、せやな、ね、いやでも髪型だけじゃ甘かったな、うん、いや甘かったな、次はもうサングラスとかさ、もっとバチバチにしながら、そうほんまに城島さんみたいに、うん、あれぐらい振り切ってやらないと、そういうことだ、そう、あみんなボケかどっちか分からへんかったんかもしれない、タモリさん、あそれ髪型やってるだけやったら普通にかっこいいもんな、そう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 、サングラスやってやっとモノマネになるんか、うん、でも CM 中言ってくれたよ、髪切ったって、あ触れてくれてたん、触れてくれてたよ、横でぼっそり、そうなんや、そうそうそう、俺ら全然聞こえへんかったから、それは、あそうかそう、まあ横長やしな、うん、今そうそうそう、ちょっとアクリル板とかあったりするからあそうね、話してくれてたんや、そうちょっとだけね、よかった、そうそうそう、触れていいんかなぐらいの感じで喋ってあったわ、うん、よかったよかった、うん、いやでも皆さんぜひねいや見てもらってありがとうございます、いやありがとうございます、本当にありがとうございます、いやね、また呼んでいただけるように、そうやな、頑張りましょう、次はもう完璧なコスプレしていこうな、あそうやな、うん、バズろうぜ、バズろうありがとうございます、ありがとうございます、さあ続いていきましょう、はい、西宮市ラジオネームみかんあめさんからいただきました、ありがとうございます、今朝就職の最終面接に向かう途中の駅で大きな荷物を2つ持って階段を上っているおじさんがいたので、手伝いますよと荷物を半分持ってあげました。おじさんはありがとう、君みたいな若者がいるなんてこの国の未来は明るいよと言ってくれました。照れながらその場を後にしたのですが、就職の面接会、就職の最終面接会場について私はびっくり、さっきのおじさんが会場にいるんです。
しかも席の真ん中に、うん、おじさんはこの会社の社長さんだったんです。これは採用間違いない。面接もそこそこうまくいったので、辛かった就活もこれで終われると思いました。そして先ほど会社からメールが来ました。落ちました。え、おい社長、てかおっさん、誰を落としてんねん。こんなやつ落とすか。普通就職活動はまだまだ続くみたいです。え、ドラマみたいな展開やのに。なあ、絶対これ採用される流れや、うん、え、なんで何がいかんかったんやろ。せやんな、面接も手応えがあって、うん、これでいけると思ったら、なんでやろうな。なんでやろうな。もうその社長さんが覚えてなかったんかな、みかんあめさんのこと。ああ、いや、覚え、なんやろうな。どういうパターンが考えられるやろな。もう覚えてないしかないな。そやな、うん、覚えてないか。それドラマやん。ドラマやけどな。かも社長のインパクトに残る何かをもう一個やっとくべきやったかな。そうやな、覚えてもらうためにな。いや、面接があかんかったやな。面接でインパクト残せてなかったんちゃうかな、やっぱ。面接があかんのか。そう。そっかそっかそっか。だって、うん、こう手応えあったって言っても、その三河目さん自身のあれやから。うん、あー、なるほどね。うん。社長さんのお眼鏡にはかなわなかった。かなわなかった。か、わかれへん。え？みかん飴には。もっといい会社がある。ああ、そういうこと。うちにはもったいない人材だ。逆にそれで。そうよ、あ、その可能性もあるな。あるよ、確かに。それはあるよ。優しい。この国の未来は明るいよって言われてんねんか、うん、おじさんから。ほんまやな。そやで、大丈夫ですよ、みかんさん。てか、口が悪いな。おい社長、てかおっさんとか言っちゃってるわけやろ。そういう気持ちがでもバレてんねん、やっぱ社長とかには。もうお見通しやったんや、うん、だからもう面接会場でおじさん見た時に、あ、さっきの人や、社長やったよ、し、受かったっていう顔を三河さんがしちゃったんかもな。そういうことや。そこを見たかもしれん、うん、いやー、俺もちょ話変わんねんけどさ、うん、俺もこないださ、うん、あの、まあ、みんな東京で連泊して、うん、で仕事あって、うん、で俺だけこう朝の番組あるから関西でこう帰ってきて、うん、もう一回一人で東京戻ってきた時に、うん、一人でこうスタジオ行っとってんか、うん、でキャリーケースとか持ってな、うん、で俺こうベース担いとってん、うん、そしたらエスカレーターでこうすれ違う時に、うん、おっちゃんに、イタリア、ヨーロッパかみたいな。ヨーロッパかお前みたいな。何それ、何それみたいな、うん、急に言われて俺もめっちゃ怖くてさ、うん、キャリーケース持ってエスカレーターたたたたって。どういうこと、どういうこと。めちゃめちゃ怖ない。俺も東京めっちゃ怖いと思ったもん。イタリア、ヨーロッパかっていう、そう、ヤジを言われたの。うん、俺もちょ覚えてないけど、うん、突然すぎて。なんで、なんかベース担いでるからかな。スーツ着てたとか。普通やってんけどな。でもベース担いでんの時に言われて、イタリア、ヨーロッパだって言われて、めっちゃ怖くてさ、俺もキャ逃げなってなったけど、キャリーケースあるからさ、エスカレーターガンガンガンってなって、あ、ガンガンなるわと思って、持ち上げてさ、怖いな、それ。めちゃめちゃ、東京、ほんま怖いと思ったの、その時。で、大阪、大阪にはまだ分かるもおかしいけど、東京でそれがあんねやと思ったら怖いな。そう、うん、で、一人やったからさ、もうみんなは、こう、みんなで移動してるけど、うんうん、俺一人だけやったから余計心細くてさ。あ、で到着したらその人がそのスタジオのオーナーやったんや。それはなかったな。それはなかった。それは違うか、うん、そんなうまいことつながらんか。これだけちょっと話したかった、みんなに。俺こういう怖いことがあったんやでっていう。どのタイミングでやねん。イタリア、ヨーロッパから。怖いな。いろんな人がおるわ。ほんまに気をつけてください。いや、もう気をつけて、気をつけてもおかしいけど。気をつけよ。はい、続きまして、はい、沖縄県那覇市からです。ラジオネームしゅうちゃんさんからのお便りです。はい、私が今日嬉しかったことはラジコプレミアムに入ったことです。おお、ありがとうございます。今まで家にあった大きなラジカセのアンテナを伸ばし、アンテナを窓のサッシにつけたりなんかしながら、うん、必死で MBS ラジオの電波を拾っていましたが、夏場は電波のすごいアンテナやな、うん、夏場は電波の入りが悪く雑音が増えるので思い切って入りました。なんで今まで入らなかったんだろうというくらい今日はいい音で聞いています。お二人はやってみたら思いのほか良かったみたいなことありますか。はあ、いやでもすごいね、ここ半年ぐらいその、うん、ね、大きいラジオのアンテナで。いや、ほんまそうやな。なんとか聞けてたわけですから。いや、ありがとうございます。いや、まだまだ、そうやな、沖縄県まで飛んでるって、うん、電波が。 MBS さんすごいね。いや、すごいね。うん、全然関西ローカルじゃなかった俺ら。ほんまや、関西ローカルじゃないな。ほんまや、すごいわ。確かに。あ、そういうことか。
すごいな。ちょっとおい待って、これを聞く逃さへんかったぞ今の。そういうことかを。ごめんごめん、ちょっと入り込んでたわ。入り込んでた。そうやな、お前すごいな。そうやで、あの妄想ハッピーツデーやからね。そうやな、妄想ハッピーツデーやな。いやすごいわこれ。沖縄まで飛んでた。これ俺向いてるな、やっぱ俺すごいわ。入り込んでるね。入り込めるわ、すごいよこれ。お前すごいわ。いいよ、めちゃめちゃ。沖縄まで電波入ってもんな。いや入ってないけどね。でプレミアム入ってくれたんや。そうそうそう、いやありがたいね。いや嬉しい。やってみたら思いのほうが良かった。何やろな、まあ俺サウナかな。あめっちゃかぶったわ。かぶった。うん、マスさんどうぞ。俺だからもう喋らんとこは。いやなんかごめんな。ごめんな。いややっぱちょっと苦手意識あったんよ、こう入るまでさ、サウナって。でもともと汗っかきやから、なんでわざわざお金払って汗かきに行かなあかんねんって思ってんけど、いややっぱ整うっていう次元まで行くと違うね。あ、整えたんやマスさん。整えたよ、はいはいはい、やっぱこうグーって10分ぐらいこの暑いとこにおってさ、ダラダラなって、でもうバーってかけ湯して水風呂に入った瞬間最高。やっぱそうなんや。水風呂が今一番好き、どこ派？一番気持ちいい瞬間。いややっぱ水風呂入って上がった時、まあ、で、ああ外気浴、ね、外気浴浴びてる時やけど、水風呂ちょっと耐えられへんわ俺まだ。そうなん。無理。俺ラビットさんでお風呂毎回回ってんねんけど、ロケで。ああ行ってるね。水風呂ほんまになれへん、マジ毎回。そうなん。うん。マジか。だからサウナ入っても、俺もサウナ最近ハマってるけど、水風呂ちょっと無理やな。マジか。だって知らん、最近そのさ、自然でサウナもできるところがあるの。え、どういうこと？なんか暑いところ、まあるやん、サウナ部屋にこうこもって、汗かいた後に横に滝とか川があって、そこにバッて入れるところがある。きつー、修行やん。もう修行やそれ。いやちょっと興味あんねんな。うーマジで、めっちゃハマってるやん。そんなに？いや好き。うわそんなハマってんねや。マジで好き。意外やな、マスさんそういうのハマらんと思ってたけど。いやハマった。滝行きたいと思って。滝行きたいと思う。なんかもともとちょっと滝行やってみたいっていう欲もあった。ド M やん。一回やってみたくない？滝行。滝行やってみたいと思う。どんなもんなんやろって思わん、テレビで見てて。いやでもあれ、いや俺一回あんねん多分。滝行、滝行っていうか友達と普通に滝見つけて、あーなんか遊べるところ、川遊びに行ってってこと。ところで、しんどすぎた。あそうな。めちゃめちゃ痛かったもん。痛いんや。痛い痛い痛い。あんなもうほんまやったらあかんねん。マジで俺一回 YouTube で提案してみようかなと思ってんねんけど。ってマスさんの企画めっちゃ通るから。ちょほんまにやめよう。いやもうエムすぎる。マスさんマジで通るからな企画。いや確かに採用率高いよね、なんか知らんけど。いやあかんあかんあかん。いや入っちゃうわ。どうでしょうね。いや意外と良かったってなるかもしれない、滝行も。いやまあ確かにな、何でもやってみなあかんから。そうそうそう、まあ興味あることをぜひいっぱいトライしていきましょう、はい、さあ続いて1ついけるかな。行きましょう。行ってみようか。行きましょう。ラジオネームタコスさん、愛知県の方です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。いいですね、こんにちは始まり、いいですね。私のハッピートゥデイは今日高知のよさこい祭りを見に行く予定ですと。昨日帰省してちょうどよさこい祭りにかぶっていたので久々に見に行こうかなと思ってたんです。3年ぶりのよさこい祭りに地元の友達も参加してるそうなので応援しました。私はお祭りに行くと絶対にベビーカステラを食べるのですが、 A のお二人はお祭りで絶対食べるものをすることはありますか？お体に気をつけてお仕事頑張ってくださいと。ありがとうございます。ありがとうございます。よさこい祭り、そっか、よさこい祭りやってるんやね。まあお祭りとかもじわじわですけどね、再開してたりしますから、いやほんまそれな、嬉しいわ。いい祭りの声、音と聞こえたらなあ、賑やかやし、活気あるよな、やっぱりな。お祭りは絶対食べたりするものありますか？祭りの時、俺ミルクせんべい。ミルクせんべい、そう俺の地元の祭りで、あのミルクせんべいとかいっぱいあるやん、店ってあるある。屋台で、1点だけもうすげえ当たりにしてくれる。あ、まあ、ミルクせんべい俺らの地元は9時引くね、最初に。へんでその当たり、赤やったら10枚とか青やったら20枚とか、そうで、まあ、1店舗だけそこのミルクせんべいはもうめちゃめちゃ当たり多くて、もうミルクの量も足りるくらいつけてくれるとかあって。あ、贅沢やな。そう、でそこが徐々に噂広まっていって、そこだけも行列とか。あ、そうなんや。そう
そのミルクせんべいの味忘れられへんな俺。食べたことないミルクせんべい。え、嘘。ないかも。うわ、人生の半分損してるわ。人の人生の半分ミルクせんべいで埋めんなよ。何やと思ってんの。いや、俺どんくらい、うんまに。俺今ミルクせんべいとワンピースで人生なくなったわ。お前全部なくなったわ。ワンピースの時も言われるもん俺。半分損してる。そうか、チャレンジしてみよう、ミルクせんべい。ミルクせんべい、いや、ミルクせんべい挑戦するのちゃねん。その俺の地元まで来て。そこが当たりのお店じゃないとあかんのか。他のミルクせんべいはほんまちょっとつけてるだけか。のりくらいの。そうね、やっぱせんべいくっつける、ほんまちょっとだけとかが。大盤振る舞いしてくれないとあかんねん。そこのミルクせんべいが美味しい。もうだって、せんべいの部分しなしなすぎて、せんべいってならへんもん。食感ないんや。ないない。ミルク食ってるみたいな。うわぁ、それでもたまらんな。たまらん。ちっちゃい子からしたら憧れるな。うん、あと梨もあったな。ちょっと俺止まらんわ。梨、うん。え、リンゴ飴とかそういうのは、そうチョコバナナとかさ、じゃないの？うん。じゃなくて、もうむき出し梨っていうのがあって。むき出し梨。そう。そこもほんま一店舗かな、うん、多分俺の地元だったら、で、そこだけの梨がめちゃめちゃ甘くて美味しいっていう噂になって、うん、みんなそこだけ行列とか。すごいな。梨めっちゃ甘かった。なんかイメージやけどさ、その、うん、お祭りとかってこの気分とかシチュエーション込みやったりするやん。あ、うんうんうん、そんだけ味こだわってるってやっぱすごいな。いや、ほんまそうやわ。いいな。やっぱ行列できるとこはチェックしといた方がいいな。いや、した方がいい。地元の人だけの情報でなってるから。うんうんうん。確かに確かに。もう俺はもう焼きそば食えたらええから。うん、雑。焼きそば。なんか、ボソボソでもうまいみたいな感じするやん。ああ、まあまあまあ、雰囲気に飲まれてる。そう、あのプラスチックのさ、うん、あの輪ゴムつけてくるやつが、あれがええやん。パンパンのはみ出てるやつな。そう。あれうまいもんな。あれがうまいね、なんやかんや。確かに。さあ、ということで、まあ、たくさん紹介しました、はい、妄想ハッピートでありがとうございました。ありがとうございます。このコーナーでは、あなたからのメッセージをお待ちしております。嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどのお話を、来週水曜日当日にまたメールでお寄せください。以上、妄想ハッピーツデイのコーナーでした。いつもヤンタンレイディアンソーサエンビエン妄想ハッピーツデイ。予防の基本は手洗いです。大人も子供も外から帰ったら石鹸で手を洗う。当たり前のことだけど自分でできる予防策。牛乳石鹸。優れた滋養強壮効果があるエゾウコギ、体内のエネルギー作りを助けるオキソアミジン、疲れた体にダブル生薬が効く。ネバーギブアップ。キューピーコアアルファドリンク、指定医薬部外品です。それではマルエスのおつまみとかけまして中心蔵と解きます。その心は、美味しかった、美味しかったと、みんな笑顔になるでしょう。うまい！おーい！座布団の代わりに、マルエスのおつまみ、10袋を持ってきて！美味しかったの笑顔が好き。マルエス。今日は A グループ、正門よしのりと、福本大成がお送りしています。ドーキーズ復活祭、イエーイ！イエーイ！最後まで皆さんお楽しみに。記念すべきですが、今日はだだっ広いスタジオでなぜか机がヌメヌメしています。よいしょ。知らんかった。だだだだだだだ大発見のコーナー。はいはい。このコーナーはまだまだ知らないことも多い僕たち A グループのメンバーに、うん、ぜひ知っておいてほしいいろんなことをリスナーさんから教えてもらうコーナーでございます、はい、ありがとうございます。それが大発見なのか中発見なのか小発見なのか僕たちが判定していきます、はい、メンバー2人ともが大発見の札を出したら番組ステッカーを1枚プレゼントします。幻のヤンタンステッカーありますよ。今回大盤振る舞いになるか大盤振る舞いしましょう。それでは、早速参りましょう。お願いします。みーちゃんさんからいただいた発見。みーちゃん、アジサイの葉にカタツムリはいない。え、そうなんです。 NHK の番組でマスカードくんが散歩の最中に
アジサイの花のとこに行き、カタツムリを探していました。残念ながら、アジサイの葉には毒があるので、カタツムリはいないのです。これ知ってましたか、とのことです。イメージあるもんな。セットやん。なん絵描くときとか絶対に、なあ、おるもんな。小学校のとき、図工とかでさ、だいたい梅雨の時期に絵描くってなったらさ、うん、もう、アジサイにカタツムリに傘持ったカエルはセットや、うん、あ、セットやな。絶対セットや。あれなんでおるやろな、カエルな。傘持ったカエルは。そう。マジで、はい。いや、マッサもね、こう散歩してましたけど。そう、ありがとうございます。チェックしていただいて。うん、いないんですね。嘘やん。無駄な時間に経っちゅうことやな。ほんまやな。うん。ショックでも知りたくなかったな。あ、そういうパターンもある。いや、知りたくないやろ。いや、まさやな。あんだけ信じてたもんが。そうやん。風物詩やん。確かにな。そっか。悲しいね。マスターあんだけ頑張って探してたのに。いや、探してたよ。どんくらい探して、あれは、どういう番組なの？その。あれはもうひたすら徒歩で、うん、あの、地元の方からいただいた絶景スポット、うん、おすすめスポットを徒歩で巡るっていう。いや、すごい番組やんな、ほんまに。うん、いや、それだけならいいよ。徒歩で巡るだけなら。うん。うん5日で100キロ歩いてんのよ。え？めっちゃ歩いてるやん。そうやね。もうお遍路参りくらいのめちゃめちゃ回るやん。まあプチ修行並みの距離は歩いてるよね。すげえ。いやでもね、ほんまに楽しかったのよ、純粋に。でもいやもうそれがすごい楽しめんのが。そう、日の出とともに歩くっていう企画やってんけど、うん、ちょうど梅雨時期が被るか被らんか境目やって、はいはいはい、でほんまに雨の日もあったのよ、うん、そこはそこですごいいい景色があってんけど、うん、やっぱアジサイとか季節物がいっぱいあるから、うん、池があったりとかな、うんうんうん、やっぱ見たなるやん、カタツムリ見たなるな。ちょっとさっき教えてほしかった。いやー、ほんまそうやな。そっか、話どこなんねんな、アジサイの葉っぱって。なんか怖いな。いやでもそれ込みでカタツムリは食べてるんやと思ってた。あ、それは毒は知ってたん？うん。え、毒あんの知ってたん？毒ある、なんか、漫画で見たぐらいの感じのあれやけど、でもあるやつもあるみたいな感じ。カタツムリはいないです。今謎の間が生まれた。まあ判定していきますか。判定いきましょう、うん、いきますね。せーの、大発 見。いやめっちゃ服臭いな。いやそうやな、うん、さ知りたくなかったやもんな。そう、ちょっと着ぐるみの中身を見てしまったぐらいの。そんなに夢崩れた感は。確かにな。そっか、知らんかったわ。まあまあ知らんかったから大発見ですよ。大発見です、ありがとうございます。続きまして、東大阪市から、うん、バンバンさんからいただいた発見。バンバン、人の呼吸を止める方法がある。怖っ。いや怖い怖い怖い、めちゃめちゃ怖いな。怖い怖い、チャチャーンちゃうって、どういうこと。まずは声に出さず頭の中でわーとかあーとか、うん、大きな声で叫んでください。声に出さず頭の中で、はい、叫んでますか。はい、いきます。今呼吸が止まっているはずです。以上ですとのことでした。くそー。止まってた。いや止まってた。止まってた。止まってたよ。だから人の呼吸を止めよう。バンバンさん、東大阪市から生まれた大発見よこれ。なんやろう、人生で初めて肩ポンってやって振り向いて指ほっぺたに刺された時と同じ気持ち。確かにね。そう、膝かっくんとかと、うん、初めて10回ゲームとかやった時と同じ感覚ない。え、ほんまに。でも何そのいたずらっていう感じのやつ。ちょ、やってみてマジで。え、知った上でどうなんやろ、知った上でやんの、うん、いや、その辛さもわかるけど。いや、だから不意によ、うん、もう今何でもいいから、うん、じゃあはい、どうぞ。カシャカシャだけ聞こえてくる。どうやった。止まってたな、すげえ。止まるな。止まるやろ、力むもんな。うん、いやほんまにでもこれおもろいな。おもろいな、悔しいけど。新しいな、人の呼吸止める、うん、超能力者みたいなもんな、人の呼吸を止める方法がある。いやでもマジで止まったわ。確かに、うん、まんまと騙されてましたけど、ね、まあ、判定いきますね。はい、せーの、大発見、中発見。あら。
中発見ちょっと弱いかな。あ、ほんま。うん、まあ、ちょっと似たものがあるからね、すでに。似たもの？あ、その、トントンツンとかね。あー、なんやねん、それレベルのことね。ちょっと10回ゲームのほどのインパクトはなかったかな。あ、まあ、確かにな。うん、肘、肘、肘。あ、ピザ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 。ここは、肘。って言ってもの時のあの、やっぱ、感動の方がでかかったな。うんうんうん、確かに、それはそうやな。うん、10回ゲームの方が全然。きっかけにしてはな。ちょっと弱いから。2回目からできちゃうもんな、わーって言いながら呼吸するの。そうそう、うん。うん、あ、無理かも。待って。え、嘘。え、息だからしながら頭の中でわーとかっていうことか。うん。うん、待って、うわ、呼吸超えてたまま。嘘、うん。俺できるわ。うん、え、できる？うん。って言ってももう証明のしようがないねんけどこれに関してはラジオ向きやな。え、でもこれやってまうくない？え、待って。めっちゃさじ加減やもんな。うん、うわ、声出しても俺ちょっと向いてへんわ。これ向き不向きやんな。あれは。それに大発見やわ。もう面白いわ、でも。僕は中発見だったんで、次また行きますね。はい。残念でした。はい、残念でした。徳島県から、ゆなぴさんからいただいた発見。はい。たまに出会う名字、福のブーと書いて、服部さん。実は、福だけで服部と読み、ブーは何も読まない。ちょっと詳しく聞かせて、それどういうこと？つまり、もう、服、ブで、服部ではなく、服部。ほんまによくある服部やんな。そう。服部、部やね、ほんま。洋服の服に、部活の部。マジで？え？おまけ？おまけみたいなことやった。ついてる。あれ？あの、大阪の泉とかの、泉みたいなこと？そういうことよ。あれも、まあ、当てるかわからんけど、読まんけど、ついてるみたいな。わーに泉やもんな。そうそう。泉やもんな。なんでそうなったん？確かに、スタッフ調べ、うん、そもそも服部名字の元は畑織部だった。なので畑織部、畑織部なので部の部分は服部と読むのに関係ない部分。あ、なるほどなるほど。ちょっとこれ難しいけど、もともとは、服に織物の織に部活の部で畑織部って。あ、そういうことね。言っててんけど、うん、だからこれがこう徐々に変化していって服部、この旗織りの部分が服部ってなったから。ああ、音的にね。そう、織りは消えたけど米だけ残ってるけど、もう米読んでないっていう。難しいけど。はあ、他の名字にも不思議。あ、泉、そうや、あ、そうやな、大阪の地名和泉で、和泉のやつとか伊達もそうなん。だ、マジで？なんで2文字あんのに2文字ずつ分けへんのんな。なあ。それは分けてあげてよ。確かに。かわいそうやもんな。なあ、マジで。ええー。いや、面白いな、それ。おもろ。そっか。まあでも、まあ、こんだけ時間経ってたらな、何百年とかな。うん。経ってたらそうなってくんのかな。Y ジャパニーズピーポーやな、これマジで。Y ジャパニーズピーポー。Y ジャパニーズピーポーって、これ叫ぶわ、そりゃ。いや、でもそれやったら俺らも Y イングリッシュってなるときあるナイフとかも K いらんやんけって思うやん。確かに、ね、そう。いや、わかるわな、面白いよな、これ。ちょ、おもろいわ。いきますか、判定、はい、せーの、はい、大発見。大発見。いや、これは知らんかった。何それ新しい楽器ありました。これほんま棒いるねんけど、ちょ、棒ないから。あ、そういうことね。いてて大発見です。知らんかったわ。いやー、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、すごいわ。どんどん行きますね。はい、行きましょう。次、広島県からラジオネーム、うん、22歳の私さんからです。はいはい。呪いとおまじないは、どちらも同じ文字を書く。どういうこと？これちょっと難しいですけど、まあ、漢字の、うん、呪いがあるやん。口に兄のやつ。口に兄。うん、あれとあれの読み方におまじないっていう読み方もあるってことですね。言ったら、あー、まじない。そういうこと。へー。呪うで読み方、うん、訓読みで呪う、まじなう、まじないですね。あ、そうなんや。そう、二つ。二人は誰にどちらの呪いをかけたいですか。え、うんうん、あ、だから二人は誰にどちらの、これ難しいわ、漢字。呪い、まじない、どっちをかけたいですかって。あー、そういうことね。そう。あ、そっか。でも
肯定的には一緒なんかな、呪いもおまじないも願掛けじゃないけどさ、まあ、そうやな、不幸になれえか幸せになれえかや、うん、あそうなんや、なんか真逆の意味があるってなんかすごいよな、まあ、スタッフ調べがあります、うん、はいはい、ちょっと難しいんですけど皆さん ついてきてくださいね、うん、こう兄の部分は、うん、祈る人を表した象形文字、うんうん、なるほど、これはお祈りしてる様が兄、もともとのこっちのあれ跳ねてる右の羽が膝ついてるってことそう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 、ああそういうことね、こういうことですね、うんうんうん、で祝うは祝うってあるやん、このノリと変、ノリと変だっけな確か、あ示せんか、あ祝日の祝ね、そう祝日の祝は、うん、幸いを神に祈る、左の示す辺は神へ捧げる、うん、生贄を乗せる代を表現、怖怖、めちゃめちゃ怖いやん、漢字って怖いよな、こういうルーツ、昔の証券も昔の人考えること怖いからな、マジなで、呪うは人に災いを下すことを神に祈る、なぜ、うんうん、ああ、まあ、ということですね、それでなんで同じになっちゃったんやろね、途中で別の字があったのに、ほんまやな、祝と呪いとでね、確かに、あそういうことかちょっと大勢ちゃんと説明して、祝と呪いはもえ、あ別別別別、この2つもともと別別別、それは別なんや、そう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 、まあ、2つの兄で共通するから紹介したってことです、ね、あそういうことね、はい、あなるほどなるほど、これいや怖いわ、そっかどっちも祈ってる人を兄で表現してるけど、うん、対象が違うよってことか、そうそうそう、はあ、でスタッフさんから注意書きで、うん、人を呪うは穴2つと言います、人を呪うとその分自分にも返ってくるという意味なので気をつけましょう、うん、とのことですわ、うんうんうん、そうね、でも呪う人ってそれを込みでやってるからね自分どうなってもいいからねそうやね、それでもっていう強い気持ちがあったりするから、ま、確かに藁人形とかもうそういうこと怖いよな、昔牛の人の考える呪いってめっちゃ怖ない、うん、いや怖い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 、藁人形作ってさトントントンって、ろうそく2本頭につけて塩そうそくでお化けより怖いよな、あんな見たらお前な、なんでろうそく2つこっからつけようとしたのだな、あなあ確かに、ロウとか垂れてきたら大変なことになるで、あれ熱っってなるほんまや、えどういう発想な、マジでこれが消えるまでにやりきれとかそういうあるのかなそうやな、全然知らんけどその辺に関しては、確かに、いやめちゃめちゃ怖いな昔の人マジで怖いわ、尖ってるよな、尖ってんな、いやでもちょっと面白い、なんかこういう暑い時期にぴったりのお話ですね、うん、それはそれで、いやちょっと進みました、いや判定いきますね、いきますか、せーの、中発見、あ大発見、あらごめんな、怖い怖い怖い、シンプル怖い、確かにちょっと怖いもんね、うん、これ大発見、いやでも勉強にはなったね、うん、呪いっていうお話でした、勉強呪いっていうお話でしたっていうまとめ方やめて気をつけましょうってことですね、そうやな、かんや、同じ字ならやっぱおまじないがいいよね、はい、うん、だからこれマッサンが中発見にして、うん、こう22歳の私さんにはステッカーいかないので、大発見大発見危ない危ない危ない、大発見マッサン呪われるとか言ったら今、いやステッカー1枚で助かねてあげるよ恨み変わったとか言ったから危ない危ない危ない、よかったです、じゃあおめでとうございます、面白かった、ありがとうございます、続きましてラジオネーム、はい、クルケンサンバさんからです、クルケンサンバ、紫外線はマスクを通す、ん？これちょっとやばいな、うん、私は大阪で美容部員をしております、はいはい、美容部員って何？何やろな、美容部員部署？部署か、美容部員美容部員聞いたことない、確かに考え出したら気になるな、美容部があんのかな、あなるほど、あそうなんや、もう俺ら男子すぎるな、なんかちょっとわからんな、美容部員やってとか言ってたけどほんまにそういうちゃんと肩書きというかあるんですね、あるんですね、すんません、高校の部活みたい続きいきますね、うん、マスクつけているから日焼け止め、うん、いや日傘いいやと思っている皆さん、 A グループの皆さん、マスクは紫外線通してますよ、はい、多少は防御しているのでマスク焼けにも注意なので、うん、将来のためにもしっかり日焼け止め塗ってくださいね、うんうん、日差しも今年は強いですよということです、いやそうやんな、マスク焼けするよな、えするな、えどうなんする、いやなんか
まあ、ドラマとかさ、それこそロケとかいろいろやってて、うん、はいはい、スタッフさんとかむちゃくちゃ焼けてたりするやん、マスクの形に。俺まだ出会ってないかも。あ、ほんま？そうなんや。そう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 、まあまあ、いやだからてっきり、うん、あのもう日差しが当たってないから、うん、あ、紫外線とか通ってないんやって思い込んでた、うん、いやだから難しいな、通ってるけどマスク焼けにもなるってことやな。 100% はだから UV カットしてるわけではないってことよね。あ、そういうことか。いい、ややこしいな。めっちゃ一番ややこしいやん、そんなん。だって俺逆にマスクしてないとこだけ塗ってんねん、日焼け止めはもうもうまあ通さんと思ってたからさ、うん、そうやな、マスク焼けの人を見てるから、うん、そっか、確かに。じゃあ全部塗っとかなあかんねや、まんべんなく。そういうことやな。なあ、難しいわなあ。これまた難しいよ。え、どう、日焼け止め塗ってる？塗ってるよ、俺。塗ってるよな、さすがに。うん、でもまあ焼けちゃってるけど。あの、俺らジャニーハンクの時日焼け止めの消費量半端ないよなやばいやばい、せいや君テカテカなってる時あるもんな。せいや君めっちゃ塗るよな、めっちゃ塗るテカテカもね、日焼け止めでいやでも日差し恐ろしいからね、ほんまに。いや、もう焼けちゃうもんな。そう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 、ほんまにケアはちゃんとした方がいい。いや、俺もちゃんと3つ使っても。3つ、うん、顔に塗る用と、あの腕とか使い分けてんの、場所によって。使い分けてる。すごっ。あと、もあの持ち出し用のスプレーとか。あ、外で塗り直すのが手間やから。そうそう、3つ使い分けてます。美容部員や。俺美容部員になってるかもな。すごいやなってるかも、B 担当。いやでも知らんかってんな、マスク通すっていうのは大切。いや、これ知らんかった。へえ、面白いな。うん、まあまあ気をつけます。まあ、判定いかな、うん、判定いきますか。判定ちょこちょこ忘れてるやん、めっちゃ気になってて。ああ、終わってまうから判定しますね、しっかり。いやでも確かに感動するわ、これ。うん、うん、いきます、せーの、大発見。おめでとうございます。いや、これは世のリスナーさんも女子もね、うん、ためになったんじゃない。いや、ためになった美容部員が教えてくれましたよ、うん、ありがとうございま す。今日結構出たね、大発見。出ましたね。何枚やろ。結構出てるよ。え、そうやんな、全員。結局全員。いや、あ、俺一個だけ中発見。あ、俺だけ中発見してるわ、ごめんなさい。4つ出てる。あ、でもすごいな、高大。結構いってるね。いや、すごい。だって俺らなかなか大発見倒産2人やけど、ちょっとね、俺らも優しくなったから。いやいや、リスナーさんがすごいんですよ、それは。ちょっと1個だけっていう、俺。いいよ、ちょっと次、これ俺、うおーってなったから。あ、マジで、うん、いいよ。佐賀県から家部春さんからいただいた発見。はいはい。花火が上がった時の掛け声、玉やー、鍵やーは店の名前。英語でしょ。え、知ってたわこれさ、まあ言うと、昔々あるところに。小発見。え、早っ、うせやん、マジで知ってたん。いや、聞いたことあるぞ俺、ごめんな。玉屋さんと鍵屋さんがいました、うん、昔々、うんうん、箸を挟んで左右に分かれ、どちらの花火が綺麗か競争してました。審判は観客で、綺麗だと思う方を声に出して呼んでいたのです。ああ、え、知らんねや。あ、じゃあ知ってたんや。いや、俺聞いたことある気がする。なんや、じゃあなんか冷めるな。な、ごめんな。ごめんな。もう判定いきましょうかって言われへんわ。そうなんや。あ、これはじゃあ知らんのじゃあ。ただただごめんな。あ、はいはい、これスタッフさん調べの方やけど。1659年創業の鍵屋は現在も宗家花火鍵屋として存在。え、うん、一方、玉屋は1843年に火事を脱してしまい、江戸を追われることに廃業となってしまいました。あららららら、そうなんや。今のこの感じでいこう。判定いきます。はい、せーの。いきますよ。はい。せーの。大発見。あかん。あかんかったわ。ごめんな、家部春さん。ごめん。これでもちょっとな、まさかだと福本はな、ちょっと、知識がある分な。なんかあんねんな。テレビを見ててたりするから、うん、俺ら。あ、そういうことやわ。そういうとこで、へーって思ってるとこも、うん。あったりする。うん、申し訳ない、これは。ごめんなさいね。いや、めちゃめちゃいいもんでした。いや、そうやねん。そう。多分、世のリスナーさんは大発見ってみんな言ってると思う。言ってくれてると思うけどな。うん、いや、申し訳ない。いや、申し訳ないじめ。申し訳ない。いや、でもリベンジでも待ってますから。ね、うん。本当にありがとうございます。ありがとうございます。すごいよ。いや、楽しかったです。いっぱい勉強になった、はい。たくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございます。以上、知らんかった大発見のコーナーでした。それではここで1曲をお送りします。1985年ヤングタウン土曜日を担当された森脇健児さん。今夜は1991年にリリースされたナンバーをお届けします。森脇健児さんで真夏のファンタジー。
遊びしようよ。グーチョキパーで何作る？お家がいいな。快適で安心安全な家。難しいよ。グーチョキパーでは無理だよ。やっぱファミティフォームしか無理か。家族の未来をスマイルにする。ファミティフォーム。ご存知ですか？歯磨き前の新習慣。歯ブラシの前にまずは歯間ブラシで歯の隙間汚れをかき出すことが大切です。これからは歯間ブラシをしてから歯を磨くのが当たり前。歯磨きの前の新習慣、歯間ブラシはデンタルプロ。大阪、京都、兵庫、和歌山の J:COM サービスエリアで MBS ラジオがテレビで聴ける。12チャンネルの J:COM テレビに合わせてリモコンの D ボタンを押し MBS ラジオを選ぶだけ。クリアなステレオ音声が簡単無料で楽しめます。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。どうも、エムラジ1周年 PR 大使スターダストレビュー根本花芽です。僕たちスターダストレビューも40周年、音楽もトークもラジオでもっともっと盛り上がりましょう。目指せ全国制覇 A グループ47全国ツアーへの道、岡山県編。あ
ございます。さあということで今回は事前に8月3日放送の時にマサヤがツアー先をボックスから引いてくれてたということで、はい、岡山いいですね。いいですね。来ましたね。来ましたね。いやちょうどマスさんの時に当たって、いや嬉しい。やっぱ運命あるんじゃないですか。引かれてんの、呼ばれてんのかな岡山県に。呼ばれてるよ。ずっと行きたいって言ってて全然行けてないから、さあたくさん情報をいただいております、はい、早速ご紹介していきましょう。はい、リンさんからいただきました。岡山は白桃にピオーネにマスカットにとフルーツ王国。カフェも多くフルーツを使った映えパフェもいろんな場所にあったりします。美しい贈答用はかなり高価ですが、スーパーに行くと少し小さくても味は劣らないフルーツが安く買えるんです。美味しい果物を食べにぜひ岡山へ。さすが岡山です。綺麗。綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗。あ、贅沢に使ってるね。これマスカットとかもどうなってん。だってもうほぼ果物やんこれ。なあなあ。もうカフェパフェちゃうやもんな、こんな。せやで。ほぼフルーツやもんな。だほんま地元でしかできへんやろな、こんな。うん、だ大阪それこそ梅田とかで食べようとしたら、うん、すごい値段するんじゃん。いや多分そうやば。あ、そういうことか。でも地元やったら多分わりかしリーズナブルで、うんうん、特産品やもんね。うん、いただけるんじゃない。なるほどな。いいな、これすごいわ。い食べてみて。これはね、映えだけじゃない感じするよね。うん、しっかり味もクオリティ高そう。すげえ、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴリコさんからいただきました。ゴリコさん、岡山県には日本一大きいと言われている駄菓子屋さんがあります。何それ。本当に大きくてめちゃめちゃ楽しいし懐かしい気持ちでいっぱいになります。ここで YouTube の企画をしても楽しいかと思います。あー確かに、これいいな。これすごくない？これ日本だって書いてもない。日本一の駄菓子売り場。いやこれ駄菓子売り場って思わんよな。うん、なんか、うん、卸売業者みたいな。No. なんやろ、市場、魚市場みたいな。そう、あ、そう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 。そんな感じするよな。これ駄菓子でこんな量あるって。いやこれめっちゃおもろそうやな。確かに日本にこんなに駄菓子ってあんねやと思うな。No. うん、もうあれなんかな、廃盤になったやつとかも売ってたりするんかな。それもないかさすがに。廃盤はもう作ってへんから。なんかないかさすがに。まあでもご当地駄菓子みたいなもすごい全国から釣り寄せてるかもしらんね。そうやな。俺あのあれ食いたいのなくなっちゃったけど。何？あのグミでさ、めちゃめちゃ長いロープ状のグミあるやん。あ、色分かれてるやつ。色分かれてるやつ。あれなくなった？あれなくなったで。嘘。そうや。え？もしかしたら、あ、来た。やったステッカーください。いや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 。ほんまに？ない、あれもうなくなったよ。はい、うそやん。ほんまほんま。あれ売ってんねん、どこ行っても。え、マジで？めっちゃ悲しいやろ。あの、悲しい、あれやん。カールもあるやん。うん。あれも一回廃盤になってんけど。え？カールも？そう。けど、いや、関西では復活してん。関西で売ってんねん、でも。え、関西しかないん？関西しかないん、ね、だから他のとこ行ったらお土産になんねん、カール。マジで？うん、ごめんなさいね、情報間違ってたら。合ってますね、多分。あ、合ってる合ってる。すっごい。こう、そうやね、駄菓子結構なあんのよ、そういうの知らない。寂しいな。めっちゃ寂しい。だってもうあ共に成長してきたやん、カールなんて。そうやな。一緒に大きくなってきたやん、カール。俺ら一緒に行って。そうや、俺らだけやで食えんの今。マジか。まあ、そうなん、知らんかった。もしかしたらこう日本一の駄菓子売ってるかもしれない。うん、ちょご当地地元ならではのとか、うん、ちょっと行ってみましょう。行ってみましょう。さあ続きまして、さきさん来たね。ありがとうございます。まさかどくんの好きなデニムをさまざまに取り揃えるデニムストリートが岡山県にあります。はい、路面がインディゴブルーの色に塗装されていたり、カフェでもデニムブルーのソフトクリームや肉まんなどもあり、街歩きだけでも楽しめる場所です。いいっすね。ここ来ました。ここ行きたいのよ。明らかにテンション上がってるもんね。いやマジで行きたい。ほんまに街並みにこうやってジーンズが切ってあるの、うん。え、これすごいな。すごい景色じゃない。電線に釣ってるもんこれ。でいや多分ほんまに普通に、なんやろな、昔、うん、やばイメージやけどさ、ちょっと昔の時代のアニメとかってなんかあるある、洋画とかやったらさ、うん、キャラクターが落ちてきて洗濯物に引っかかってみたいなあるやん、うんうんうん、あんな感じ。へー、吊るして置いてあんの。そうなんや。でもアメリカでもこう靴がぶら下がったりすんねん。へー、そうなん。アメリカやったら靴とかがかな。あ、知らんかった。イースニーカーとかぶら下がってて、うん、それはなんか縄張りみたいな、そのそこら辺を統治してる人たちみたいな。へー、すげえ。あ、そう、文化があんねん。そう、文化。でもそういう文化が日本に、まあこれは別に入っていいけど。だからアメリカの人とかびっくりするかもな。あ、ここから先ちょっと入ったらあかんかもみたいな。
だからうわジャパンではデニムなのかってなってるかもしれへんよな。ジャパンはデニムなのかって入ったらあかんかもってなるかも。そうやね。だマジでさ食べ物とかもこの辺ちょっと面白いね、うん、尖ってて。あそうなんや。肉まんとか、うん、まソフトクリーム写真載っけてくれてるけど、うん、真っ青なやつが。え肉まん真っ青なん。そうそれちょっとあれじゃない。だって青色って食欲失せる色やろ一番。うんらしいな。だから正直うわってなるけど、うん、美味しいねんって食べたら。食べてよ。そうそうそう、だからちょっと怖いもの見たさでそういうのも楽しみたいなっていう、うんうん、いや行きましょう、まあ、またデニムストリートは外されへんな岡山。絶対行きますからいつか僕たち絶対行きます。ありがとうございます佐々木さん。続きましていっちゃんさんからです。いっちゃん、岡山の名物といえばエビ飯です。エビ飯とはご飯にエビなどの具を入れて油炒め油炒めしソース風味に仕上げた料理です。この黒い色はドミグラスソースとケチャップ、うん、カラメルソースなどをベースにしたエビ飯ソースを絡めているので黒いんです。何これ、ドミグラスソースってこれ打ち間違いかな。デミグラス、多分デミグラスソースと同じ意味なんかな。うお、こういうんよ。すげえ、ドミグラスソースとあんのや。デミグラスより濃そうやでな、ドミグラスの辛みが。一個進化したみたいな。なあ、でもちょっとこれ、味の想像つかんよな。真っ暗やもんな。デミグラス、ケチャップ、カラメルソースって砂糖のやつでしょ。うん、マジでこれ、で、ソース風味に仕上げた料理やって。まあもう、美味しいんやろな。なんか濃いな色全部岡山の食べ物。確かにな、うん、濃いわ色で。もうちょっとさっぱりしてんのかなと思ったけど、おもろ。でもこれ美味しそうやな、うん、エビ飯ね、ちょっと覚えておこう。ありがとうございます。さあ続いてみそのさんからいただきました。岡山県といえば桃太郎の祭り寿司という駅弁がとっても美味しいです。あら初めて聞いた、うん、桃の形のピンク色の容器の中にたくさんの具材が乗ったばら寿司が入っていて、特にママカリの酢漬けが絶品です。ぜひ新幹線の中で食べてみてください。最高ですよ。ママカリってちょっと初めて聞いたな。あスタッフさんの補足がありますね、はい、ママカリ、隣の家にママかっこご飯を借りに行くぐらい美味しいのでこの名前に。このお魚ですかママカリっていうのは。なるほど、お魚がママカリの酢漬け、ご飯進むんや。これすごいな。なあ駅弁これなんか記念になるな。そやな、箱持って帰っても楽しそうだし、うん、めちゃくちゃ豪勢じゃない。豪勢やな。海鮮がメインやね。いや海鮮多いな、まあ、海恵まれてますから、うん、あの辺は47ツアーで絶対海鮮出てくるもんな。出てくるな、うん、すごいな、うん、いや楽しみやな。美味しそう、食べるの好きやから、うん、食べてみたいです。ちょっといいですね、帰りお酒飲みながらこういうのもね、いいですね、チビチビ食べるのも。ありがとうございます。水野さん、ティスちゃんさんからです。ティスちゃん、岡山の倉敷にある和州山ハイランドがおすすめです。いや和州山ハイランド、私は遠足でいたのですが、ブラジル人がサンボ踊ったり楽器で盛り上げてくれたり、ブラジル気分を味わえます。スカイサイクリングでは瀬戸大橋を見渡せて絶景なので、ぜひ行ってみてくださいとのことです。すごいな、すげえ、日本の景色って思われへんよな。なんか思われへん、濃いよな。ブラジルやん。いやそうやね、背景のさ生えてる木とかもそうやし、うん、確かに異国情緒がすごい。ここだけスカイサイクリングすごいな。の俺これ怖いねよ。いやわかるわかる、こういうやつが怖いねん一番。あ絶叫系は普段大丈夫やもんな。大丈夫やけど、こういうリアルな怖さあるやつはほんまに怖い。もうほんま落ちるやんこんなん。いや落ちる、落ちそうやで、ほんまに写真見てる限り。こんなんよ乗るわ。いやでも景色は素晴らしいんやろうな、やっぱり。あそうやろな、うん、和州山ハイランドね初めて聞きました、うん、いいね、アクティビティも充実してる、うん、最高です。さあ続いて犬のマークさんからいただきました。ワンちゃんの絵文字やからこういう名前。多分名前がワンちゃんの絵文字だけやから犬のマークさんという呼び方してますけども、岡山市のご当地グルメのデミカツ丼、丼鉢に盛った白飯に切り分けたとんかつを乗せ、デミグラスソースをかけたり、カツをソースびたしたり、うん、ソースびたしたりしたものを乗せたものです。私は特にヤマトというラーメン屋のデミカツ丼が好きなので、 A の皆さんに食べていただきたいです。ラーメン屋さんの丼が好きなんや。まあ
チャーハンとかでもなくのデミカツ丼、ちょっと初めて聞いたな。デミグラスソースは好きなんかな、岡山の皆さんは。そうかもな、大阪でいうソースじゃないけど、うんうんうん、な、何でも合うみたいなことなのかな。へ、うん、どんな感じ、なんか美味しそうではあるけど、ラーメン屋行ってこれか、そうなんや、ちょっとしんどいかも確かにな、メインやもんな、うん、ラーメンデミカツってこれすごいな、なあ、ちょっと興味ある、うん、いや楽しみ。なんかご当地のさ、うん、カツ丼って結構ない、いろんなとこで、ああるんか、過去紹介してきて、確かになんか北陸の方でもあった気がするけど、うん、独自の進化遂げてってるんや、なあ、あるんやな、いろんな食べ方が。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして鮭さんからです。鮭さん、岡山県にはちくわで作った笛を吹くユニークな有名おじさんがいます。ああ、知ってる知ってる知ってる。あ、知ってんの。え、流行らんかった。俺ちょっともう存じ上げないですけど。あ、そうなんや、うん、センチメンタルちくわなどオリジナル曲も3曲ありそれ知らんわ。テレビ番組にも多数出演しています。うんうん、うん、岡山県の県知事選に立候補したこともある有名人です。ぜひ A グループとセッションしてほしいです。あ、ほんまや、テレビにも MBS でチチンプイプイさんにも出てくれましたとのことです。初めて言うたんがチチンプイプイってちょっとただただしょ大阪の人全員一回言うたことあるよ、チチンプイプイちょっと下手くそやったかもチチンプイプイさん。え、知らん。え、俺ちょっとごめんなさい、存じ上げなかったです。嘘。え、めっちゃテレビ出てはりましたよね。そうなんや。多分同世代の人は俺、うん、な、せいやくんとかリジャくんとかジェネギャが必ずジェネラギャなんかな。そっかそっか。そうちくわ、え、どういうこと、ちくわで笛吹いてるのこれ。そう。え、そうなん、結構、ま、マジでちゃんと曲になってんねん。できるん。できてはる。え、でもリコーダーはさ、こう、うん、ずっと使えるやん、うんうん、から変わらんと使えるけど、ちくわはそういうわけにもいかんやんか、うん、え、だから毎回こう穴とか自分で作ってるってことあるの。食べはるんちゃう。食べて、うん、え、あ、食べるか、食べて、その後そう、お疲れしたって言ったらパーって食べてもう一回新しい同じサイズのちくわ見つけてきて穴開けてみたい。あんのかな、いい音するちくわとか。やば、あるんじゃない。そう、あれは分からんけど、でも岡山の方やったんやっていう。そうなんや、な、いや面白い。 A グループとセッションやってできる、できるかちくわ負けちゃわん、ちくわバージョンのファイヤーバードとか聞いてみたいけどな。できるかな、ね、ぜひなんかご一緒したいですね。確かにぜひ、うん、ありがとうございます。さあ続きましてラジオネーム花さんからいただきました、はい。岡山県では学校で実施される体力テストで優秀な成績過去 A 判定を記録した生徒は A バッジというバッジがもらえます。全国共通だと思っていたので大学で他県の友達にそんなのないと言われてめちゃくちゃ衝撃でした。バリかっこいいやんこれ。ええー、な、めちゃめちゃかっこいいやん、うん、ちょっと今ええー、なって言ってしまった自分が恥ずかしかった意識せず A バッジで。そうそう、でもかっこいいよな。え、かっこいいやんこれ。だってつけてたらお、あいつ A なんやみたいな、なんか称号感あるようなマジで、うん、弁護士バッジみたいなこと言えたら。そうそうそう、ランクを自分を示すものとしてな、うん、そうなんや、かっこいい。こういうのあったらモチベーションになりそうやけどな、学生の頃とかさ。なるな、これは純粋にかっこいいとかでさ、うん、欲しくなったりするやん。これめちゃめちゃ欲しいわな。いいシステムや。いや俺らもちょっと欲しいな。な、岡山行った時になんか、うん、もしライブで岡山行くってなったらグッズで作る、うん、あA のバッジ めっちゃええやん。 A バッジちょっと考えますか。ありやんな、うん、めちゃめちゃ、A、バッジもグッズとかで出したら良さそう、うんうんうん、ねえ、ちょっと楽しみにしておいてください。いや、 A の A バッジも楽しみにしておいてください。楽しみにしておいてくださいさあ続いていきましょうか、はい、あ、次か、青さんからです、うん、日なせの柿を、これは噂の追い出し BGM ですか。え、噂の、うわ俺初めて遭遇したかも追い出し BGM 俺も小事件以来やじゃあラストを紹介して、紹介しますね、いきましょうか、青さんからです。青さん、日なせの柿横、柿のお好み焼き、牡蠣イコール広島と思ってませんか。まあイメージで言うと確かに、うん、実は岡山を養殖牡蠣の生産量全国最位、日なせの生牡蠣で作る牡蠣おこは本当にプリプリジューシーで美味しいですとのことです。牡蠣おこ、
あ、そうなんや。そうなんや。美味しそうやな、これ。お好み焼きって言ったらやっぱ広島のイメージありますけど、柿だけじゃなくてお好みでも、うん、まあ、広島焼きとかな。そうそうそう、あるから。そうなんや。そう、ここに来て第三勢力が現れたかなあ。お好み焼きにちょっと白熱していきそうやな、これからも、うん、柿おこね、美味しそう。俺柿食べてもお腹崩れへんから、うん。でもちょっと牡蠣怖いなっていう人も安心じゃない、火通してさ、ね、調理して食べると、うん、いいね。確かに、ぜひ。すごいすごい、ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、なんか俺この企画大発見より知らんかったって言ってる気がするな。あ、ほんまやな。確かにな、こういうのでいいんかもね。もうこういうご飯系で。私の家、災害の危険がある場所なのかな。あなたも自分の町のハザードマップ確認してみませんか。リスナーの皆さんと一緒に防災を考えるネットワーク 1.17 は毎週日曜朝5時30分から。さあ、ということで今夜もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。終わっちゃうね。終わっちゃうわ。まあ、久々のね、ドーキーズ収録でございましたけど、はいはいはい、いや変わらず楽しい時間を過ごさせていただきまして、過ごしましたね。ちょっと机がぬるぬるなこと以外は今日も最高やったんじゃないですか。机なんでこんなぬるぬるしてんのな。何ぬるぬるか分かれへんけどね、うん、分からん。なんかもうちょっと中華料理屋ぐらいの感じにはなってますけど、まあ、いい思い出ですよ。いいね。ということでもう A グループ もう全員ね、復活しましたから。いや復活しました、ね、6人でこれからも、うん、どん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 盛り上げていきますので、ね、皆さん何卒 A やんたん、はい、そして A グループの応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。ということでここまでのお相手は関西ジャニーズジュニア A グループの正門芳則と福本大成でした。また会いましょう。バイバーイ。またましょう。バイバイ。すっごいちょうど良かったですやんたん。ちょうど良かったです。金プラかい、どういよこい。金プラチナ買い取りのヘリオス大阪はダイヤモンドの買い取りも OK。 072-221-4151 ヘリオス大阪。風を食べて動く不思議な生命体、大阪初上陸。 MBS テレビ主催テオヤンセン展、9月25日まで大阪南港 ATC ギャラリーで開催中。現代のレオナルド・ダ・ヴィンチが生んだアートな生き物ストランドビーストをその手で体感しよう。増田隆久、中丸雄一のますまるラジオ、水曜25時から。鳥とうなぎと占いと占い師のクレの鳥です。銀シャリのうなぎです。鳥とうなぎと占いとは金曜深夜25時半から。
皆さんの夜が明けますように。ポチッと Mラジ。